皆さんこんにちは、アルジョです。久しぶりに、また8月中にDVD を機関車トーマスシリーズの、DVD 今度お話 DVD を買ってしまった。まあ結構意外なことなんですけど、ちょっとレンタル落ちのものを、楽天で買ってしまいましたね。それが、4つほど買いました。しかもコンプリートに。まずはこちら、じゃん、機関車トーマス第13シーズンの新テレビシリーズ、トーマスとヒロの大活躍、トーマスとヒロの特別なプレゼント と、あと、機関車トーマス楽しい水遊びと機関車トーマスは大追跡です。なんとね、これが今から10年近く前、例えると、正式に例えると9年前ですね。こんな感じになっておりますね、全体的に。なんと意外だと、結構レンタル落ちの中古だと結構背面のところが焼けるんです、色あせるんですけど、なんとトーマスとヒロの特別なプレゼントが意外になんかちょっとね、新品か中古かって言ったら新古品に近いですね。主にセル品みたいな状態ですね。もうあと残りの 3巻はちょっと色あせてますね。レンタル品だから仕方ないです。でもなぜレンタル版の買ったかっていうと、理由をちょっと教えますね。理由はというと、多分みんなも多分知ってる方や知らない方もいるかと思いますが、機関車トーマス新テレビシリーズの13シーズンで、皆さん多分販売版を買ってる方多いと思いますが、販売版だと4話しか入ってないんですからね。例えばこトーマスは大追跡だったらエライザ・ヘンリーが入ってなかったり、エミリーの花が入ってなかったり、トーマスと小豚が入ってなかったり、トーマスとソロートのライオンが入ってないですね、セル版で。あとレンタル版では、全種入って、13シーズンからは、12シーズンからは全20話ですけど、13シーズンも全20話ですね。これと合わせると20話ですね。なぜ販売版は4話しか収録できない、ちょっと寂しいかな。でもレンタル版にも買えてよかったですし、あと音声切り替えもできますね。その買った値段をね、ちょっと見たいと思います。ちょっとね、一点だけ別のものが、これは元からケースついていて、トーマスの大ヒロの大活躍と大追跡はケースがついてなくて、DVD とケース、ジャケットのみ切って自分家のトールケースに交換して、あとシールもドライヤーで結構時間かけて綺麗に剥がせました。ちょっと見づらくてもちょっと印字は残っちゃいましたよね。あとトーマスの楽しい水遊びは結構ほぼほぼ状態はそんなに悪くはないですね。一つだけ別の、どれもバーゲンセールでしたね。結構安かった。まずは、機関車トーマスと楽しい水遊びのレンタル落ち版、レンタル版落ちは1421円、送料200円、1621円で買い、そして、特別なプレゼント1479円、ヒロの大活躍1189円で、トーマスの第一遺跡が896円で、500円、本当はですけど、楽しみ雑誌のこっちもまとめて買っていますが、楽しみ、会計し、最初にまとめてもポチって5000円以上買うと、なんか500円引きのクーポンがいって500円引いたんですけど、楽しみ水遊びだけがなんか再生不良で
キャンセルされて、まあ、別のショップで買いました。なんでそのためトーマスの第一席が500円引きで396円で買えます。まあ、その3点3024円の、トーマスの楽しみだったので1620円、合計すると、4685円ぐらいで買えましたね。まあまあ少しは安めで買えましたけど、まあ、でもレンタル版限定で5話入っていますね。はい、まあそんな感じです。まあこれからも、まあ多分レンタルのうちは多分これ買うとしてもこれだけ、まあ今回買ったのみですね。まああとはレンタル落ちではないものを、まあまだ残って10段シリーズと第9シリーズの6巻と、あと第1シリーズの長編シリーズも、あと日本語音声の英語、日本語英語音声の話がついてるやつもこれからどんどん集めていきますんで、はい、その中でこれからも、まあ、プラレール集めながら DVD も集めていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイ。